オーアルマジロは、非項目クリミフロデイカオーアルマジロ属に分類される、哺乳類。本種のみで、オーアルマジロ属を構成する。アルゼンチン北東部、エクアドル、ガイアナ、コロンビア南部、スリナム、パラグアイ、ブラジル、フツリョウギアナ、ベネズエラ、ペルー。ウルグアイでは絶滅。模式標本の産地はカイエンヌ。体長75から100センチメートル。 お長50から55センチメートル。体重18.7から32.3キログラム。飼育下では体重80キログラムに達した例もある。原生のアルマジロ類では最大種。種賞味を巻きしますは非常に大きい最大のノイ。全身は体毛が変化した臨場の板で覆われる。頭部の鱗甲板は卵型。頭甲と肩部の鱗甲板は 形態でつながる。健康と腰の鱗甲板の間にある帯状の鱗甲板は11から13本で、甲全体を動かすことができる。尾の鱗甲板はほぼ均一な大きさで不規則な横帯状に並ぶ。鱗甲板の色彩は淡褐色や黒褐色で、頭部や尾の下べりは紅白色で、境目は明瞭。次回は小型で、卵型。 葉は100本に達し、陸生哺乳類で最も多い。指跡は5本。前肢の爪は大型で、特に第三肢の爪は20.3センチメートルに達する。染色体数は 2N イコール50。出産直後の幼獣は、体重113グラム。乳頭の数は1体。標高500メートル以下の地域に生息する。森林やその周辺にあるサバンナなどに生息し、 水辺を好む。少なくとも平均452.5ヘクタールの行動圏内で生活する。夜行性。本来は中高生だったが乱獲により人間を恐れて夜行性になったとする説もある。平均で幅41.3センチメートル、高さ30.8センチメートルの巣穴を掘って生活する。ブラジルでは巣穴の68%が草原に 28%が低木林、3%が森林にあったとする報告例がある。格子だけで直立し、自分よりも高い1メートルの壁を乗り越えることもできる。動きは俊敏。危険を感じると穴を掘って隠れる。主にアリ類やシロアリを食べるが、甲虫類、ゴキブリ類などの他の昆虫、クモ、サソリ、ターシ類、小型のヘビ、動物の死骸なども食べる。 マットグロス素臭での糞の内容物調査では56.8%をアリ類が36.8%を白アリ類が占めていたという報告例もある。稀に植物質を食べることもアリーの内容物から種子が見つかったり果実を食べた報告例もある。全種でアリ塚や地面を掘り起こし中にいる獲物を食べる。繁殖様式は耐性。妊娠期間は 約4ヶ月。授乳期間は4から6週間。生後9から12ヶ月で生成熟する。一方でこれらの数値は広く引用されているものの、新生児の体重も含め1983年のメリットによる単一の報告例によるものであり、他の文献や報告例で実証はされておらず、不正確な可能性もあるという反論もある。 一回に一から二頭の幼獣を産む。長寿例としては1972年にブラジルで捕獲され、1975年にオランダの動物園で飼育開始、1988年にサンアントニオ動物園で死亡した個体の例がある。ブラジルのアマゾン川流域やパラグアイでは食用とされることもある。荒野を爪などがゆりかごや鍋などに利用されることもある。 森林伐採、宅地開発、農地開発、道路建設などによる生息地の破壊、食用の乱獲などにより生息数は激減している。1980年代に生息数が約50%減少したことが示唆されている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。